さあ、グリーン右サイドからです。現在トップの西郷、ライを含めて樋口さんどうでしょうか。ここからはラインはそんな悪くはなさそうですよね。まあピッチエンドランでいくと思いますが、優勝がかかっています。いいですね。そうですね、まあ、できれば下につけたかったとは思います。でも傾斜があるので、はい、左に落ちてくるんではないかなっていうイメージはあったと思いますね。さあ、この後のパーパット大事になります。16番パー3、このホールまだじっくりご覧いただいておりませんが、179ヤード、ご覧のように奥行きのあるグリーンで、今日は一番奥、ボールが見えます。そうでしょう、追うことができませんでした。さあ、チャンスにつけた山下です。山下さんから上りのパッティングですからね、非常にこれは入れたいですよね、チャンス。去年の熊本で行われたバンテリンレディースでツアー初優勝、そこからは勝てそうで勝てないという戦いが続きました。今シーズンは開幕戦で4位タイ。西郷、山下ともに2勝目を狙っています。山下、今日パッティングの調子が非常にいいんですね。距離感が合っていて難しいラインも読めています。沈めるとその時点でトップ西郷とは1打差に。どうだ、まあ、届かない。惜しい、一番いいところについていたんですけどね。打てればもうほとんどまっすぐですよ。トップと2打差、7アンダーは変わりません。堀琴音です。はい、これが16番ですね。打ち下ろしで縦長のグリーンで、ピンが41ヤード奥です。うわー、これはすごい。うわ、これはもう本当すごいですよ。179ヤード、ショットがいいんですね。先週からね、引き続き大溝キャディとのコンビで戦いが続いています。2勝目に向けて15番最後のパーセービングパット、これは大事ですね。下りでちょっと左に切れるかもしれません。うん、ナイスです。ナイスパーでしたよ。そしてディフェンディングチャンピオンです、岡山絵里。去年この大会で復活優勝を果たしました。最後はパーパットでした。今シーズンここまで予選落ちが続いていましたが、そうですよね、はい、うん、まあ、少しずつこう調子を上げていくんだと思いますけどね。さあ、堀琴音はスーパーショットでチャンスにつけました。これは入れたいですね、チャンス。上りで真正面、真下だったらほとんどまっすぐだと思うんですが、強めに打てるかどうか。やっぱりちょっと傾斜でフックに見えるんですね。見えるんですね、いや、惜しいですね、今のは。このアクサレディスイン宮崎、初代チャンピオンが堀夏香プロです。お姉さんです、はい、立場女子ツアー史上初の同一大会姉妹での優勝となります。ちょっとこうアドレスした時に足場のつま先の方が少し高い感じがするんですよね。だからどうしても右から左に切れるんではないかなっていう狙いをしてしまいますね。ペソングの位置、この距離だとどうですか。これもそんなに曲がらないと思います。しっかり打てばですね、はいはい、大事なパーセービングパットです。現在トップと1打差。2019年リコーカップ、この宮崎で行われた大会、メジャーを取りました。それ以来3年ぶりの優勝へ。
ぱり見えるんですね。カップに蹴られました。さあこれで8アンダーが最終組の木村彩子だけになります。これからボギーパットです。これもねちょっと左から右に切れそうな風には見えるんですけど、カップの中で打っていかないとダメですね。中で沈めてきました、はい、ああいつもの稲見の表情ではないですね。さあ最終組に戻って15番、はい、距離は170ヤード、左足上がりからのショットになります。3番ユーティリティです。もうグリーンの面が見えなくて、ピンの頭だけが見える感じですね。右手前は OB です。うおー、その右側ギリギリ。ちょっとこのアプローチは…ちょっと難しいかもしれないですね。少しダウンヒルでね。はい。16番パー3にトーナメントリーダーです、西郷真央。左から緩やかなアゲインストの風、6番アイアンです。179打ち下ろし、打ち下ろしですよね。打ち下ろしがまあ9ヤード10ヤードぐらいありますかね。グリーン捉えてきました。ここはね、攻めるより、まあ、本当グリーン捉えてパーで逃げ切りたいホールですね。そうですか、はい、今日高いフェアウェイキープ率を誇っています。パーオン率もここまで16分の11となりました。最後さあそして山下、4番にユーティリティを手にしています。下も今日高いパーオン率です。画面の左が独自のデータ、リアルタイムの今日のスタッツです。あーバンカーに捕まりました。やっぱり難しい16番、その中で現在トップの西郷はグリーンを捉えてきました。樋口さん、はい、最後のスイング的にはですね、はい、どういうところがいいですか、西郷さん。はい、いやスイングは本当にもうアドレスからこう見て軸がぶれないで、バックスイングも左肩よく回ってますよね、はい、でダウンスイングからここが左腰リードでこう体の近くに右腕が来て大きいですね、はい、スイングが、はい。さあ開幕戦からの勢いで今シーズン2勝目なるでしょうか。さあ15番、トップを追いかける木村の第3打、グリーンエッジまで10ヤード、そこからは5ヤードくらいでしょうかね。というアプローチになりました。今日一番のピンチです。トップを2打差追いかける山下、バンカーからの第2打です。今日初めてのバンカーショットです。かなりこう打ち上げでマウンドの上にカップが切ってありますので、カップまで届かせるっていうのはちょっとね、距離感が難しいです。手前になりますね、これを入れるしかありません。まあでもここだったらまだね、上りで打てればですけど、まっすぐなラインだと思うんですね、はい、渡辺彩香はチャンスにつけています。上からかなり速いです。上からですね、はい、上から下りですね。沈めると1打差になります。さあ来た、うん、この UMK は18番がパー5です。そうですね、
やっと渡辺さんらしいプレーが見えましたね。今日2メートル3メートルたくさんついてるんですけど、ことごとく外してるんですよ。ああそうですか。最終18番が来た時に勝負できる位置にいたいというのが渡辺彩香の戦略です。さあここはどこまで寄せられるでしょうか。西郷もうずっとカップのところまで上りですね。上りであまりこちらからだと切れないと思います。強い。これはこれはよく大ピンチ、よく打ちましたね。攻めるのもいいんだけど、こういうところはもう確実に突っ張っていきたいですよね。難しいですねゴルフは。上に行ってみてしまうとこのピンの位置ですとね。さあ今日一番のピンチです。木村彩子初優勝へパーセービングパット、どうだ。あー惜しい。15番のティーグラウンドでボードを確認した後だっただけにちょっと悔しいですね。これで木村はトップと2打差、ただトップ9アンダーの西郷真央も16番ピンチを迎えています。さあまだまだわからない上がり3ホール、まず山下パーパット。打てればまっすぐでいいんですか。強く。そうですね、はい、ただ登ってますのでカップまで届かさなければやっぱりダメですね。しっかり打てるかどうか。去年のリカバリー率ランキング1位。来たか、負けられた。惜しいですね。これもこれで山下6アンダー、この時点でトップと3打差、2位渡辺とは2打差に後退です。いやボギーフリーで来ていましたが、今週初めてのボギーですね。まあ、自分では思うような感じで打てていたんではないかというふうに思いますけどね。いいパッドですか。今のはね、はい、いいと思います。ただちょっと蹴られてしまった。17番パー4、右のラフからです。ペソング、今日この17番三つ葉型のグリーンをしていますが、右の上の段です。はい、非常に難しいカップの位置ですが、これだと上の段まで登らず、まあ攻めて今でも悪いところではないと思います。そうですか、はい、攻めてくると、ね、奥にも下がってるもんですから、なかなかここのセカンドショットは難しいです。さあ18番三ヶ島はバーディーパットですが、カップには届きませんでした。去年のリコーカップ、この宮崎でプロ初優勝を挙げた選手です。宮崎開催2連勝とはなりませんでした。西郷さんのこれ今度パーパットですけれど、まあ、カップを通り過ぎてきてますから、自分ではラインが見えてると思うんですよね、はい、ですからラインが分かるので大丈夫だと思いますね。最終組はまだティーに来てないですかね、うん、ティーにおります。あ、そうですか、見てるんですね。あ、でもだいぶ距離がありますね。ます、下り上に来てましたね、だいぶ西郷真央と渡辺彩香の一騎打ちとなるのか。これはね、下りでちょっと弱いと右に切れますね。カップの左狙ってますね。あ、真ん中まで決めた。ナイス。いや、15、16ナイスパー。冷静ですよ、すごく、うん、はい、やっぱり私たちは見てて、カップ通り過ぎてるからラインが分かるだろうと見てますけど、でも本当に今のは難しいパッティングですよね。よく言えました。セーブでした、はい、さあティーショット、フェアウェイキープ率は今日高い。リアルタイムの今日のスタッツ、
フェアウェイキープ率ですね。ピンエリアほとんど風は感じません。まあ、でもちょっと左向いてますね。さあどうか。フェアウェイを捉えてきました。ど真ん中です。うん、ナイス。エッジまで120、30のところでしょうかね、今のはね、はい。さあ、渡辺、16番パー3ティーショット。ああ、バンカーに。入りましたね。捕まりました。かなり左に飛び出してきましたからね。まあ、バンカーに入ってよかったんじゃないですかね。そうですか。右に外してもアプローチは非常に難しいんですけど、今日はこのバンカーに入ってもね、ピンの位置がねマウンドの上ですから、その距離を合わせていくっていうのも難しいですよね、はい、ペソンは段の下からバーディートライです。あと勝負どころのパットカップに届きません。今シーズンこれが日本ツアー2戦目となりますペソン。さあそして18番に木村彩子、初優勝をかけて現在2打差。このホールが大事ですよね。全部バーディーを狙っていきたいと。ああ、でもあの大きなクラブ持ってハーフショットしましたね。あの捉えた。ライン出しですよ、今のスイングはね。4番ユーティリティですね、うん、ラインがすごい出てました ね。まだ少し距離はありますが、バーディーを狙える位置に持ってきました。16番ホールでは大会最終日ホールインワンを出した選手に株式会社日和より賞金800万円が贈られる予定でしたが、今年は残念ながら該当者がいませんでした。2週連続優勝を狙う堀琴音、17番はこの距離のパーパットを残しました。勝負どころですね。そうですね、少し長い距離が残ってますね。クローグリップ非常にね、このカップの位置は難しいですよ今日は。まあ、うまく読んでたんですけども、惜しい。2週連続優勝はこの時点でやや遠のきました。トップと3打差にその差が広がりました。渡辺、平井さんどうでしょう。そうですね、まあ、絶対に手前につけたいですよね。あ、どうですか。ちょっと戻ってきちゃう、戻ってきちゃう。これは下りに入っちゃって、うん、惜しい。いいバンカーショットですけど ね、ちょっとカットしすぎちゃったんですかね。さあそして最後17番のこれからセカンドショットです。どのくらい残ってますか、上中さん。残り160ヤードほど残っていますね、うん、あの2つの番手で迷って8番アイアンを手にしました。ややフォローの風です。難しいピンポジション、うん、右の方がちょっと上の段まで持ってきて止まれ。もう少し落ちてきてしまうとアプローチは非常に難しい。上りの下りに見えますか、さっきね、はい、そして16番グリーンを捉えました木村彩子、バーディートライ。まだ木村さんもここを入れとくと分かりませんよね。これはラインが、はい、右から左です。ああ、ちょっと狙いすぎですね。これはうん、初優勝を取るんだという気持ちはしかし平井さん伝わってきますか。はい、あの彼女が一番アグレッシブなゴルフをしてますね。そうですか。プロ8年目。そして山下は現在トップと3打差。8番で打っていきました。天が多い位だから思うようなショットではなかったんですね、うん。17番はパーとしたペソンウと同じような位置に乗せました。
さて今日は最終組の一つ前で西郷真央がプレーをしました。まず5番ホールで最初のバーディーを奪った西郷。7番パー3もこのティーショット見事でした。今日はトップと2打差でスタートした西郷、5番そしてこの7番バーディーを取って7アンダー、この時点でトップタイに立ちます。渡辺が平井さん前半ずっとパーでしたね。そうなんです、結構ついてたんですけどもなかなか入らなくて、で10番パー5第3打のバンカーショットです。これを沈めて渡辺も7アンダーとしました。最後13番バーディー、これで9アンダー単独トップに。そこに待ったをかけたのが渡辺彩香、15番下りの難しいバーディーパットを沈めまして、現在西郷真央と渡辺彩香ワンストローク差です。さあ追いかける渡辺、パーセービングパット、上りの右から左に切れていきます。いやただ樋口さん、彼女飛距離があるので18番イーグルのチャンスはありますね。ありますね、はいはい。ただ今日はピンの位置がねちょっと手前ですから ね、攻めて来られるかどうかですね、はい、非常に難しいとは思います。17番グリーン上にいるのが西郷、16番に最終組の渡辺、さあウェッジを持ちました西郷。ちょっとあのグリーンまで登ってますね。まあ、昨日はグリーンを外してもボギーが来なかったので非常にこう落ち着いてプレーができたということを言ってましたけど、うん、まずまずですね、はい、あれ以上強くしてまた向こうに下ってますのでね。ナイスリカバリーを見せました。そして木村彩子は返しのパーパットです。これも強く打ちましたもんね。だいぶこう左から右に切れます。いや読みすぎ、痛恨の3パットボギー。まあこれはでもね自分で攻めたから仕方ないなっていうふうに。そうですか、せっかくいいところには乗せましたけどね。木村というとあの渋野が勝った大会でね4人プレーオフというのを、はい、経験していますが、あの時負けはしましたが私は優勝できるんだという。そうですね、そういう気持ちにね自分は変わってた、はい、変わっていったっていうことになってます。まあそのうちにだから出てくる、勝ってるんじゃないでしょうかね、うん。まあ、よく打ったね。これは下から沈めてきた、はい、いやよく打ちましたよ。これは段の上にカットが切ってあるんですけど、トップと2打差で最終ホールに向かいます。いやいい笑顔です。はい、これは下の段からですね、はい、ラインもよく読みましたしナイスプレーですね。はい、西郷真央と同じ2001年生まれの20歳、まあ、この世代の選手一昨年のプロテストに合格しているんですが、西郷山下そして笹生優花3人です。ペソンはこれが18番ですね、レイアップですね、うん、無理に狙わずアイアンでレイアップしてきましたね。パー5のセカンドショットでした、はい、渡辺のボギーによって最後のリードは2ストロークに広がりました。
その情報を今自分の中にキャッチしたかどうかですが、これでボードなどのある場合は表示が変わるわけですが、その前に最後パーパットです。まずはこれのパッティングを決めて、2ストロークで最終ホールを迎えたいですよね。さあ、この後は回収が行われてよりドラマチックになりました。UMK カントリー勝負の18番を紹介しましょう。パー5です。はい、昨年より22ヤード短くなりました。そしてここのこれをマークが250ヤードですね、エッジまで。これを越してこないとなかなか2オンのチャンスはありません。そして今年はですね、この三角が50ヤード、エッジまで50ヤードです、はい。そして今年は左サイドのバンカーが大きくなりました。そして右手にも一つバンカーが増えました、そしてグリーンがですね、右サイドに大きくなりましたが、今日のピンの位置は手前から9、右から6ヤードです。はい、この手前めにボールが落ちてしまいますと、右にこの池がありまして刈り込んでありますので、はい、そちらの方にボールが吸い寄せられますね。まあ、ちょっとミスすると花道が池に向かって傾斜していますので、そうですね、はい、危険もあるというありますね。さあ、グリーン周りにコース回収が行われたこの18番、今年はどんなドラマが待っているんでしょうか。8番なんですが、ティーイングエリア時折強くアゲインストの風が吹きます。大中勇気アナウンサーのラウンドリポートです。フェアウェイ捉えて距離的にここがどうでしょう。ここからですとまだね、240ヤード残りますね。残りましたか、はい。そうすると2オンというのは難しくなります。そうですね。さあ、2ストロークのリードに変わりました。西郷、今日は5アンダーから2ストロークを追いかけてスタートしました。さあ、フジテレビ独自のデータ、リアルタイムの今日のスタッツ、フェアウェイキープはここまで13分の10。安定したショットを見せてきました。ここも真ん中を捉えてきました。お願いします。1日目はね、西郷さん2オンしてきましたけどね。そうでしたね、はい。今日はちょっと届く距離に来てるのかどうかですね。その18番、稲見の第3打です。残りが72ヤード。スコアを一つ落としています稲見。ただここはおお、どうだ。おお、入る。惜しい、素晴らしい、うん、最後いいショット見せてくれました。さすが稲見さんのショットが出ました。最後ね、良かったです。さあ、17番パー4です。ティーイングエリアに渡辺彩香。おっとっと、だいぶ飛んでいます。うん、2つのバンカー越してきましたからね。いい当たりでしたね、はい。ものすごいアングル攻めてきました。うん、エッジまで100、ね、あるかないかですよ、はい。いや、渡辺諦めていません。2ストロークを追います。稲見と同じ組のペソング。やっぱりね、ペソンなんてこういうショットないはずなんですけれど、右が嫌なんですよ。手がありますね、はい。さあ、稲見はお酒のバーディーで広島アクサレディスを終えました。賞金女王になりましたが、井口さん、今年の目標は
まず1勝だそうです。はい、はい、そうだと思いますね。本当に賞金女王を取ったり優勝していても、やっぱり新しいシーズンになると自分がこ今年はどのくらいできるのかってやっぱり不安は選手はみんな持ってますから、はい、まずは1勝だと思いますね。そして渡辺セカンドです。距離は130です。ランに弾かれてカップから離れていきます。あ、でもねこちらのサイドですと割とストレートの上りですからね、まだ諦めないで、はい、チャンスあります。ベソングバーディートライ。読みがちょっとねここは難しい、複雑でした。真横からはねスライス、左から引きに切れるのかちょっと逆に左に行くのかっていうちょっと分かりにくいところですね。ペソンの今年の目標は3年ぶりの日本ツアー優勝。このアクサレディスは7アンダー、現時点で2位タイでのフィニッシュです。調子は良さそうでしたね。そうですね、はい、また来週も、はい、楽しんで挑戦してほしいと思いますね。非常にショットは安定しております。さあ、お山下、これウッドがユーティリティ、ユーティリティみたいですね。ちょっとヘッドが小さいですから、ユーティリティ4番ですね。 4番、はい、4番ウッド、あ、ユーティリティの4番ですね、はい、そうです。まずは刻みですね。刻みです、はい。第3打勝負を選択しました。エッジまで60ヤードぐらいですかね、はい、それでピンが手前から70ヤードぐらいあるかどうかですね、はい。西郷も単独トーナメントリーダーアイアンを持ちました。これはもうアイアンでいいと思います。無理はしませんね。絶対無理する必要がないですよね。ピンの位置が非常に奥じゃなくて手前で難しいですからね、はい、サードショット勝負がいいと思います。7番アイアンです。2ストロークのリードがあります。最後山下よりもだいぶ手前ですか。そうですね、やっぱり右の池、左のバンカーには入れたくないですからね。左手前、はい、40ヤードぐらいのところの手前にバンカーがありますので、そこは絶対行きたくないですから。さあ渡辺バーディートライです。下の段から。上りのほとんどまっすぐだと思うんですけども、逆目です。お、よく打ってきた。挑戦してます、トライしてますよね。2ストローク差でいけば18番イーグルの可能性がある選手です。2ストロークのリードを持ち西郷真央、これから18番パー5の第3打です。さあ樋口さん、はい、右の池のプレッシャーも多少は感じるものでしょうか。感じると思いますね、はい、だからまあ分かりませんけど、今のことあんまりそういうのを感じないのかもしれないんですけれども、ピンを攻めてくるのか、ピンの左サイドで十分だと思いますけどね。2001年生まれ、20歳、新しい時代の女子ゴルフを引っ張る存在に。まあピンの方向を向いてますね、うんうん、確実にグリーンを捉え、うん、バックスピンで寄せていきます。いいですよ、はい、正しい攻め方と言いますかね。そうです、はい、いやまだ20歳の選手です。いやでもね、昨年2位が7回もあってね、やっぱりいろいろそのゲームの運び方とか忍耐強くもなりましたでしょうし、やっぱりなんつっても
今年の初戦第1戦でね、平均で勝ったっていうことがやっぱりすごい自信につながったと思いますね。沖縄は5打差の逆転優勝、今回はまあ2打差でスタートですから、はい、優勝意識したとは思うんですが、もちろんそうだと思いますね。同期の山下美夢有、こちらは根元に入れれば追いつくというね、はい、第3打でした。いやパーフェクトですよ。まあ、彼女も非常に強気のゴルフをします。にこやかな笑顔とは対照的なギャップがあります。一つ伸ばしそうです、うん、これまあ2位タイから単独2位に上がるワンショットと。そうですね、まあ、あのペさんがもう7で終わってますので、はい、あとは渡辺彩香さんがどんなスコアで上がるかによって ね、渡辺彩香の18番のティーショットがポイントになりますが、さあその前にまずパーセービングパットです。少し下り、ちょっと順目なんですよね。右から左にも切れます。あっと今平瀬が右から左に切れますとは言ったんですが、少しちょっと右を向きすぎてるなっていうのは見えましたね、今こっちで、はい、やっぱりパッティングに不安があるんでしょうかね、やっぱり大きく大きく読んでしまうんでしょうね。渡辺彩香、初優勝の思い出の地がこのアクサレディース UMK カントリーです。去年の2月に柔道家の小林雄介さんと結婚をして、まあ、次の目標はミセスでの1勝でした。急遽旦那さんもこの宮崎に駆けつけたそうです。ああそうですか、はい、まあ、いいとこ見せたかったでしょうけど残念ですね。これでトップとは3ストロークに広がりました。さあそれでは今日の最後のプレーご覧いただきましょう。まずは5番のバーディーパットです。そして7番パー3ティーショット、打ち下ろしでね、横長のグリーンで左サイドにピンが切ってあったんですが、これはナイスオンですね。このホールバーディーを取ります。やっぱ7番そして13番もバーディーですね。両方ともパー3なんですけど、はい、はい、これ7番ですね。それが彼女の武器というのは、武器というのはショットが良くないとなかなかね、はい、そうです。あの、はい、今日は初日に続いて非常にショットが良くてですね、中でもアイアンの精度はとても高かったです、はい、10番どんなバーディーでした？はい、10番はですねサードショットをあのグリーンの前のラフからですね58度で打って、でチャンスにつけてというバーディーでした。さあ13番がパー3、ここもね打ち下ろしのすごく右手前が OB なんで嫌な、やらしいホールなんですけれども、はい、見事ですよね、距離もぴったり。ここで単独トーナメントリーダーに立ち、そのリードを現時点で2ストロークに広げて最終18番のグリーンに上がります。やっぱりねショットが安定してるけど、去年よりも数段パッティングが良くなりましたね。彼女の課題と言われていたところですよね、今日一日力んでいる様子もなくてですね、力が抜けていて一打一打にこう集中している印象です。あの中でも一打を打ち終えた後にですねキャディーさんとあの細かくコンタクトを取りながら何か確認をしながら回っているのがとても印象的でした、うん、今年も上限5000人でギャラリーを入れての開催となりました春の宮崎アクサレディース。今桜も満開でね、ちょうど満開です。桜も楽しめて、そして女子のこのプレーも、ね、楽しめて、はい、いいですね。少し上からですから右に、左から右に、少し、ああちょっと打ち切れなかった。もうでも
ですよ、これは無理に攻める必要はありませんので、はいはい、このあと渡辺彩香がアルバトロスを奪いますと追いつくことになりますが、まだ優勝決定ではありません。さあフィニッシングホール、渡辺のティーショット、かなり強いアゲンストです。あとやっぱり振って右に、平瀬さん、ちょっとティーショットが右に行きましたね。そうですね、出だしは良かったんですけど、かなり曲がっていきました。セカンドが今前の木が何本かありましたよね。狙えないかもしれないですね。ボールが、ね、どこに止まってるかですね、はい、そして最後はパー、はい、パットです。これはもうね、ウィニングパットと言っていいと思いますよ。最終日の18ホールを戦い終えました。さあ、あとは渡辺の結果を待つことになります。そして山下は18番、見事なサードからバーディーフィニッシュ。樋口さん、これ大きかったですね。2001年生まれの2人が優勝争いをする時代になりました、はい、そうですね。いや本当ね、最近はみんな年齢が若いんですけれども、結構経験が豊富なんですよね。大人なゴルフをしますね。そうです、はい。まあ、小さい時からもちろんゴルフやってる人がもう増えましたし、それから今やっぱり協会でもステップアップのね、経験をプロテスト合格すると2年間ステップアップ出場できるんですよ。プロテスト合格者はだいぶそこで力をつけてきますよね。去年勝てそうで勝てなかった西郷真央、間もなく今シーズン、そしてプロ2勝目をその手につかみ取ります。トップと3打差、渡辺彩香、これからパー5のセカンドです。クリーンエッジまで220ぐらいありますね。前の木はどうですか。木は下からあると思うんですけど、ここですね。いいですね。これは平瀬さん、下をくぐらせるの、それとも 上をと抜いてくるんですか。下だと思うんですけど、下あっと手前のコブに当たりましたが、ちょっと当たった音がしましたね。出たかどうかです。さあ、そしてこの瞬間、西郷真央の2勝目が決まりました。あ、2001年生まれ、今シーズン2勝目、2022年女子ゴルフの中心に西郷真央が立ちます。18番グリーン上に戻りまして、これから鈴木愛バーディーパットです。まあ、今日はね、2番ホールでダブルボギーを叩いてしまったんでね、まあ、スイングがすごく良くなったんで、今日は私も楽しみに見ていたかったんですけれども、はい、2番のダブで、そうですね、そうですよね、平瀬さん、はい、ちょっとショットの調子が良くなかったですね、まあ、でもこれを入れればね、今日イーブンになりますから、最後バーディー取って終わってほしいと思います。今日7アンダー、単独トップでスタートした鈴木愛、2019年の賞金女王です。パットの名手、最後沈めてこれでイーブン。初日7アンダーの力があるわけですからね。そうです、はい、いや、これは大きいですよ、はい、5位タイから3位ですかね。ナイスバーディーでした。で、俺紹介見えたんです。どうぞ、まっすぐでもいく、うん、だそんな感じ。そしてこれから木村彩子、こちらもバーディーパットです。木村さんは本当にいいプレーをしていました。最終組でね、硬くなる選手が多い中で、元気いっぱいプレーをしてましたし、プレーがね、そんなに遅くならなかったんです。パターもしっかり打っていましたし、もう本当に、ね、13番でバーディー取った時には8アンダーになって、これはいけるかもというふうに思いましたけども、うん、もう一歩でした ね終盤での15、16、17の3連続ボギーが大きかったですね。そうなんですね、その辺が勝つ難しさなんでしょうかね、うん、あとは
勝ちたいという気持ちに技術がついてくれば、悲願の栄光近し、そういう印象を残す最終日の18ホール、バーディーフィニッシュで戦い終えました。ナイスパット。これで木村彩子もトップ10に入ってくる5位タイというフィニッシュになりました。そして渡辺です。平井さん、渡辺からもこう諦めない姿勢というのを感じましたが。そうですね、もう前半がもったいなすぎましたね、パッティング入らなかったのが。こういうパットが多かったのかもしれないですね。今日は前半全ホールパー、5位から一気に13位落ちてしまいましたけどね。思い出の悪さ、うん、2勝目はなりませんでした。そして優勝は西郷真央、今日は2打差を追いかけてのスタート。今シーズン2勝目も逆転で20歳の西郷が掴み取りました。アクサレディスゴルフトーナメント優勝に輝きました西郷真央選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、2勝目をこんなに早く上げることができると思っていなかったので、すごく嬉しいです。まあ、9番で初めてボギーが来たんですけど、まあ、そこから気持ちをすぐに切り替えて後半の出だしでバーディーを取り返すことができたので、まあ、そこから安定したプレーができたかなと思います。3勝目も早めに上げられるように、まあ、明日からまた気持ちを切り替えて精一杯頑張りたいと思います。